杉蔵さんもこれまで三重県にいらしたことはありますか？そうですね、例えば、まあ、仕事ですけど伊勢とかには来ましたが、津が初めてですね、はい、初津です。あ、嬉しいですね。こちらこそ嬉しいです。うなぎも召し上がったということで。そうそう、あのうなぎが有名なの知らなかったんです。存じ上げなくて、あの今日いただいて初めての質感でびっくりしました。他とまた違いますね。やっぱり東京とかで食べるのとはね、ちょっと違うところありますかね。名古屋とも静岡とも違って感動しました。あ、嬉しいです。今日はね、うなぎパワーであの元気もついたと思いますので、改めましてよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、そして杉蔵さんといえば、日本を代表するロックバンド、ルナシー XJAPAN ザ・ラストロックスターズのメンバーとして世界規模で活躍されていますが、この杉蔵さんの音楽のルーツって何でしょうか？そうですね、あの結構過去に遡ってもいいんですか？はい、あの両親がクラシックのオーケストラのプレイヤーだったので、生まれた頃からもう家の中に音楽があって、物心ついたらそのバイオリンのクラシックの英才教育をさせられていた感じですね。そこからどこかでこうギターと出会いがあるんでしょうか？そこから10年ぐらい時間が経つんですけど、それまではクラシックの勉強を、まあ、無理やりさせられていた。で、間違ったら叩かれながら、涙をボロボロ流しながら、でどちらかというと音楽は自分にとっては好きでやってるんじゃなくて、やらされてるものだから怖いもの、やらないと怒られるものだったんですけど、自主的に音楽を聴くようになったのは小学校の、まあ、高学年ぐらい、10歳ぐらいかな、から例えばある一部の当時の歌謡曲とか、当時の映画音楽とか、そういうものにハマっていって、で中学校になって大きく目覚めるんですよね。自分の中のファーストインパクトがあった、そこからいわゆるロックやポピュラーの音楽に傾倒していきました。なるほど、まあ、中学生の時にロックと出会って、はい、まあ、そこからロックと、まあ、人生をまた歩まれていったという。ご両親からの反対はなかったんですか？もううちの中は毎日大揉めでした、ね、ああそうなんですね。特に父が厳格だったので、よく怒鳴り合い的なことになりました。どこかでこう認めてもらうことっていうのはできたんでしょうか？まあまあ、デビューして普通に成功してからは認めてくれるようになったはずですけど、はい、そこまではではちょっとこう家族とはなかなかこううまくいかないといったね、うん、時期もあったということなんですね、まあ、特に父とはね、母親はむしろ協力をしてくれましたね。そうなんですね、はい、こうちなみにこうプロとしてデビューするまでのその道のりっていうのはどんなものだったんでしょうか？まあ、当時のロックバンドでよくあるやり方で、とにかくライブハウスで修行を積む。高校の高学年ぐらいから、卒業して2年ぐらいはそういう修行の期間があって、バイトをしながらね、だから経済的には本当に底辺で、でも自分の大きな夢を叶えるっていう強い欲望があって、でルナシーに至るわけですけど、ルナシーのやっぱりライブハウスの修行期間が2年間ぐらい続いて、まあ徐々に名前が上がっていって、でインディーズでファーストアルバムを出して、それがインディーズ内でとてもヒットして、で次の段階でメジャーになっていくっていう感じでしたね。その振り返ってみると、ライブハウスでの期間っていうのはご自身にとってどんな経験になりましたか？修羅場ですね。ああ、修羅場ですか。戦国時代、気を許すと刺されるみたいな。生き残っていくという意思もあり、当時特に物騒だったんですよ。おその音楽面もそうですけど、その身の安全とかね、というところでも自分を守っていかなきゃいけない。なので常に戦闘態勢で、修羅場でしたね。もう二度とああいう経験はしなくていいかなと思ってますけど。なんかこうすぐにね、夢が叶ったわけではないという状況で、音楽やめたくなる時とかはなかったですか？それは微塵もなかったですね。やっぱり大好き、愛してるからですかね。それにこれしかなかった。で当時は今と全然違って、そのいや音楽を本当に心から愛しているとか、
自分の表現を本当に突き詰めたいとかいうよりはやっぱり勝負の道具だったんですよね。のし上がるために、勝ち取るために、大きくなるため、今とは全く違う、アティチュードでしたね。ルナシーがこう結成されてから来年で35年になるということで、もう本当に長い期間たくさんの方に愛されているんですと思うんですけども、音楽に対する向き合い方、先ほどおっしゃっていたような考え方っていうのは、どこかでやっぱりこう芽生えた、変化していったというところあるんでしょうかと自分では思ってます。先ほど申し上げたように、そのデビュー前は音楽が自分の武器だった、勝ち取るためのツール、のし上がるためのツールで、だんだん、ラッキーなことに、その自分の目標とか欲を達成できた、その先にあったものって自分にとってはね、例えばチャートのトップに立ちましたとか、じゃあ大きな、ドームクラスを満杯にできるようになりましたとか、そうなった時に見えた景色というのが決して満足いくものじゃなかった。その立場に立てたことはとてもありがたいけど、自分が魂レベルで求めてるのはここじゃないと思ったんですよね。それからですね、音楽を通して例えば社会的な自分の意識とか自分の精神性とかをしっかり伝えたいと思うようになったのが90年代後半、30年ぐらい、25年ぐらい前かなですね。だからこう今に至って、今はこう音楽を通して、世の中だったり若い人たちに何かこう伝えたいという思いってどんなものがありますか？まずは僕たち一人一人が世の中、社会に対してコミットする責任がある。世の中を作る、世の中を変える。もし今が世の中に対して不満があるんだったら、疑問があるんだったら、それをしっかりと声に出して行動をして、自分が良きと思う方向に世の中を導いていく、その権利が全員にあるじゃないですか。それを使わない人が多いよね、特に日本は。じゃあ決して今の日本が住みやすいのか、正しい方向に歩んでるのか、成長してるのかと思うと、おそらく多くの人はノーだと思うんですよね。じゃあいい方向に変えようよって僕は思うんですけど、なかなかそこに到達しない人が多い。そういうことをいつも伝えたくて、自分の権利、こうしてくれとか、世の中をこう変えようぜっていう自分の求めてる自分の好みに人々やファンの方を追従させたいと思わない。もちろん賛同してくれれば嬉しいけど、違った意見も、僕は意見を持つってことが大事だと思うし、一人一人が世の中を変えられる一つのパーツなんだっていうことを、もっと自覚するべきなんじゃないかなと常に思っていますね。でも今のお話伺っていると、もうファンの皆さんにとってはそういった杉蔵さんの言葉一つ一つが何かこう自分の背中を押してくれるというか、一人の人間として一緒に頑張っていこうという気持ちになりますので、そういったところもやっぱりこう愛されている、支持される理由なのかなというふうに今垣間見たような感じがします。いろいろお話伺ってきましたが、ここからはですね、音楽以外の杉蔵さんの一面を少し伺いたく思いまして、杉蔵さんは音楽以外では宇宙に関心があるということなんですよね。はい、そうですね。宇宙のどんなところがお好きですか？どんなところが、僕はふるさとだと思ってるんで、宇宙が。だってここも宇宙じゃないですか。そうですよね、地球もね。地球と宇宙は分離してないので、だから自分のふるさとをすごく大事にしたいっていうだけ。それはね、地球を大事にしたいってことと全く同じです。地球の、宇宙の中にある、この銀河系の中にある太陽系の中にある地球の中にある日本の中にある2ですよ。全部つながってるので、
それをすごく愛おしいと思っているだけです。音楽も好きだし宇宙も好きだし。そうですね。そしてそんな杉蔵さんは食生活に関してはグルテンフリー心がけているということなんですけども。話カコーンって変わりましたね杉蔵さんは、ね、こう好きなものいろいろ伺っていきたくて、うん、ありがとうございます。あの天下一品のラーメンをとっても大好きということなんですけども、グルテンフリー生活をしながらのたまにラーメンも食べるということですか。そうなんです、ご褒美に。いや天下一品のお店に杉蔵さんっていう、 なんかこう絵があまり思い浮かばないんですけども。結構行きますよ、あのミュージシャンとか行きます普通に。そうなんですね、うん、ちょっとこうご褒美として召し上がった時はどんなお気持ちになるんですか。体が全身で喜ぶ感じ細胞が喜んでる、もう全部スルッと入っちゃいますね、抵抗なく。で普段はやっぱりグルテンものを取ると僕の場合腸がね悲鳴上げるんです、うん、でやっぱり年取ってくると残念ながら内臓が言うこと聞かなくなってくるんですよ。まだわからないと思うんですけど、あのだんだんその鼻抜けられなくなってくるんですよね。その刺激の強いものとか内臓のエネルギーが強いとそれを弾くことができるけど、だんだん抵抗できなくなるので、あの食生活を気をつける方がコンディションを保てる。で特にステージに立つ時などは完全にやっぱりアスリートレベルで体をコントロールしないとポテンシャルが発揮できないので、やっぱり食生活は8割我慢ですね、いつも。わあ、そうなんですね、うん、まあ、そんなご自身にとってやっぱり天下一品のラーメンはご褒美というか。ご褒美ですね、本当に恵みになっているところもね。心の恵みです ね、 ですよね。天下一品のラーメンとやっぱり三重のうなぎですね。あ、嬉しいですね。心の恵みでした。そこ並んでしまっても本当に三重県民としてはありがたいお話なんですけども。並びましたね、ありがとうございます、ね、ここまでお話いろいろ伺ってきましたが、杉蔵さんがですね9月16日から18日まで名古屋市で開催されるメーカーズピアジャズフェスタに出演されます、はい、杉蔵さんは17日サイケデリックジャムバンドシャグとしてステージに上がるということなんですが、はい、どんなステージにしたいとお考えですか。まずは僕が素晴らしいジャズフェスに呼んでいただけるってことがもう光栄極まりないですね。本当にそこに幸福感を感じます。でもともとは実は僕はロックミュージシャンになりたいと思う前に、違うな、ロックギタリストになりたいと思う前にジャズミュージシャン志望だったんですね、高校生の頃に。でデビューしてからもジャズに対しての憧れやそのジャズが好きだっていう思考がどんどん強くなり、普段ももうこの何十年も普段聴く音楽の多くはジャズなんです。そうなんですね。でその欲求、そしてやっぱり演奏家としてさらに自分を極めたい、さらにレベルを上げたいとなった時に最も魅力的なアプローチが即興インプロビゼーションなんですね、だったんです。おのずとどんどんジャズに接近していって、で近年自分が長らくやっていたジャムバンドなんですけど一度休眠していて、それをもう一度2020年代に今のジャズロックを本気でやりたいという気持ちで再始動させた。それが3年前で、去年アルバムを出しまして、そのアルバムがありがたいことにいろいろ評価していただいて、その結果が今回のジャズフェスのオファーにつながった。そして本当にありがたいのが初日のメインアクトが山下洋介さん、はい、最終日のメインアクトが渡辺貞夫さん、その2人の超レジェンドに挟まれてなぜか僕たちがここにいるってことが、まあ死ぬほど恐れ多いですけど死ぬほど光栄だなと思っていますので、全力で取り組みたいと思っています。杉蔵さん自身も本当に心待ちにされているそのステージということですので、皆さんもぜひチェックしてください。それでは最後に杉蔵さんの今後の夢なども聞かせていただけますか。夢ですね、残念ながらもう30年以上やってますけど納得できたことは一度もない、自分が俺ってすごいと思えたことが一度もない、そういう
感覚になってみたいです。それが夢ですね。もう一つは身近で言うと早くハワイに住みたい移住計画ですか。ハワイに住みたい。で長期展望で言うと晩年は火星に住みたいその2つが夢です。じゃあまだまだやりたいことがたくさんあるといった ね、音楽生活人生にもなっていきそうですね。まだまだ長く行かなきゃいけないですけどね。でも変な話と言いながら明日死んでもそれはそれでいいんですけどねという気持ちで、そこは潔い。そうそう、もうその時が来たらその時が自分の天命だと思って毎日を悔いなく生きたいです。本当に私たちもね、杉蔵さんのこれからどんな音楽生み出してくださるのか楽しみにして頑張っていきたいと思います。さあ今日のゲストはですね、作曲家、ギタリスト、バイオリニスト、音楽プロデューサーの杉蔵さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、もう本当に杉蔵さんから音楽面でも、まあ、いろんな顔を持っていらっしゃいまして、生き様がかっこいいなっていうのを感じたんですけども、三宅さんいかがでしょうか。いや本当ですね、こうすごく丁寧にお話もされますし、なんかこう今こう VTR を見させてもらって、すごくあの人生観、音楽とともにこう歩んできて、それがこう好きな音楽の時だったり、それが武器になる時があったり、またなんかこう自分の中で何を求めてるかっていう、その追求する道っていうのがやっぱりかっこいいなって、ね、うん、すごく思いましたね。そんな杉蔵さんでもまだ納得できたことが一度もないなんていうね、うん、お言葉もありましたし、うん、もう本当にこれからもどんなこう景色を、ね、見させてくれるのかといったところも、やっぱファンの皆さん多分好きなポイントなんだろうなっていうふうにも感じました。やっぱ実際に会ってオーラーも、いやもうね、やっぱかっこいいですし、紳士的ですし、音楽への思いっていうのも情熱もね、すごく丁寧に話してくださいまして、私もすっかりファンの一人で、あの天下一品で肩並べたいですねどこかの天下一品で遭遇したいですよ ね、 そしてね、はい、さあそんな杉蔵さんが出演されるメイカーズピアジャズフェスタはですね、今月16日から18日の3日間開催で、杉蔵さんは17日日曜日に出演されます。詳しくはホームページをご覧ください。